石飯は、もち米に、小豆や笹毛を混ぜて蒸したおこわである。小豆や笹毛の色が茹で汁に移り、それがもち米に吸収されるため、赤色を帯びた色になるのが特徴である。晴れの日の食事として用いられるほか、栄養価が高いことから、缶詰やフリーズドライ化されたものも普及しており、非常食などとして用いられている。また、石飯おにぎり、石飯弁当のように、 一般食として、コンビニエンスストアやスーパーマーケット、駅売り店で売られていることも多い故障としては、赤飯が一般的であるが、尿棒言葉として五島に、大つけた、お赤飯と呼ばれることもある。明治頃までは、小豆などを混ぜた赤飯と、もち米を蒸したおこわは、区別されていた。しかし、後に一部の地域で故障が曖昧となり、現在も、赤飯をおこわと呼ぶ地域が残っている。 また、小豆などを入れた一般的な赤飯のみでなく、地域による差異もある。混合する具材の変化や、調理法も蒸すのではなく炊くなど、日本国内の地域により多様な特色も見られ、赤まんま、赤ごアなどの呼び方もある。小豆は水に浸して戻すための浸し時間を、長くするほど加熱中に割れる、銅切れが起きやすくなる。そのため、切腹に通じるとして、武家では避けられ、 地域によっては捧げを用いるようになったとの俗説がある。赤飯の調理冷小豆はさっと洗い、一度茹でこぼす。分量の水とともに、鍋で柔らかくなるまで30分ほど茹でる。小豆と茹で汁に分けさます。もち米は洗って、ザルに揚げ水を切る。小豆の茹で汁にもち米をつけ8時間ほど置く。蒸気の上がった蒸し器に絞った蒸し布を敷き。 茹で汁を切ったもち米を中央をくぼませて広げる。小豆を乗せ、蒸し布の端を畳みかぶせ、蓋をして強火でふかす。10分ほど経ったら小豆の茹で汁を適量全体にかける。これを10分おきに3から4回繰り返し、40分ほど強火でふかす。蒸し上がった赤飯を半台に移し、しゃもじできるように混ぜ、器に盛り付け、ごま塩を振り提供する。 食べる時には、ごま塩を振りかけるが、そのごまも切ったりいったりすると縁起が悪いとされ、そのまま用いる。祝いの席などで食べることが多いが、祝いの席に限らず、教授の席に赤飯を食べる地域もある。同じ質量の一般的な白飯と比較して、カロリーは1.2から1.5倍程度高くなるが、銅、タンパク質、亜鉛などの栄養素が非常に高い。特に銅、 タンパク質は、白ハミよりも2倍近い栄養価がある。また、もち米を使用するため、澱粉の一種であるアミロースが少ないので腹持ちが良いとされる。赤飯し出しの看板古代より赤い色には邪気を払う力があるとされ、例えば母室の壁画など、充実的なものに新車が多く使われ、また、日本神話のカモアケイカズチの命や、姫多田、両イスキよリビメ出生の話に、 ニヌリアの伝承があることからも伺える。また、神道は稲作信仰を基盤として持ち、米はとても価値の高い食料と考えられてきた。このため、古代には赤米を蒸したものを神に備える風習があったようである。その際にお供えのお下がりとして人間も赤米を食べていたと想像される。現在は祭りや誕生祝いなど吉時に赤飯を炊く風習が 一般的である。しかし、江戸時代の文献、萩原随筆に、教授に赤飯を、用いゆること民間、の習わしと記されており、教授に赤飯を炊く風習がこの頃には、すでにあった。教授に赤飯を炊く理由は不明ではあるが、赤色が邪気を払う効果があることを期待したためという、説や、いわゆる、縁起直しという期待を込めて赤飯が炊かれたとも、考えられる。また、 古くは教授に石飯を食べていたものが何らかの理由で吉時に食べるように反転したという説もある。伝承や歴史が明白となっている部分では少なくとも十二世紀には石飯が供養に使われていたということである。石飯は宗教的な意味合いも強く石飯を用いた石飯供養という風習が存在する。現在でもこの風習を伝えている代表的な神社仏閣に 静岡県の蓮華寺や神奈川県の御霊神社境内にある石上神社が7月に行う神事である石上神社霊祭の極流しがある。また、八王子城周辺の地区では八王子城が落城した際に多くの落ちうどがご主殿の滝で自陣、処断されたという言い伝えから赤まんま供養という地域的に根付いている風習もある。以外にもを祀るという風習では 石版が8世紀から使われていることが確認されている。伝承として最も古くに伝わるのが、くず流伝承として、箱根の足の湖の湖水祭に伝わる。極線に三章三号三尺の石版と幹を積み乗せ、逆さ杉のところで固定に沈め捧げる風習である。この風習が行われる以前は、人心極として、若い娘が捧げられていたが、 それを救うべく満館商人が戦術の通り国船に三章三号三尺の石畔と幹を足の湖に沈める風習へと変えた。また、同じく竜神を祀るという行事が静岡県の桜ヶ池で行われており、同様にお筆に入れた石畔を池に沈めて竜神に備え、お筆納めと呼ばれている。ただし、足の湖と違うのが沈めたお筆が数日後に空に、 なって浮かんでくる点であり、その得意な現象から演習なら不思議の一つとして、あるいは記載の一つとして数えられている。この他にも群馬県伊勢崎市赤堀地区の長者である、道元の娘が赤木さんの大沼に引きずり込まれて、竜人となったという伝承もあり、桜が池と同様に銃箱に入れた石板を沈めると、翌日には空になった銃箱だけ浮かんできたという。また、 千葉県船橋市、金堀町や、福井県、神奈川県、富山県、石川県、新潟県などの一部の地区では、長寿を全うして大王城した人物の葬儀で参列客に対し、赤飯を出す風習も残っている。なぜ葬儀に赤飯を出すかは、縁起も由来も不明となっているが、一説では天寿を全うした個人が旅立つことや、その大王城の人生を祝うという意味が、 込められていると言われる。あるいは、戦術の晴れと契約用とも関係があるとも言われる。かつての仏家では、聖人の儀となる玄福や祝いの席で赤飯が振る舞われた。六高の低い武士であっても、江戸時代後期までこの習わしがあったことは、江原祖録などの著名人回想録にたびたび見える。女児の場合は、所長や婚礼などを祝して、赤飯を振る舞う過程もあったが、 現在ではこの風習を行う過程は少なくなっている。蒸気までの様々な風習でもわかる通り、石飯にまつわる風習は型を変えながら、日本各地に存在している。秋田県の県南部では、大量の上白桃を入れた非常に甘い石飯を作る、ことで知られている。石飯の他に、炊き込みご飯、ポテトサラダ、太巻き寿司にも、大量の砂糖を入れる。 トマトに砂糖をかけて食べるものも多い。なお、この現象は、同じ秋田県でも、県南部に限られ、秋田市をはじめとした、県央部、野代市、大館市などの県北部では、砂糖の少ない普通の赤飯が好まれている。千葉県の一部では、特産の落花生が用いられる。東京都では、小豆の代わりに、笹げが使われることがある。小豆は煮ると皮が破れやすく、 皮の破れた様が切腹を連想させたため、煮ても皮が破れない捧げを、江戸時代に武家で用いたことが起源である。砂糖を使用した甘めの味付けである。また、青森県南部地方には、南部せんべいに甘い赤飯を挟んだ、こびりっ子と呼ばれる郷土料理がある。新潟県中越地方の一部には、醤油赤飯と呼ばれるものが存在する。赤飯という名がついているが、 一般的な赤飯のように赤くはなく、どちらかというと五目おこわのように茶色に近い、醤油おこわとも呼ばれている。福井県大野市では、里芋をコロニにして、もち米、小豆と一緒に蒸した、里芋の赤飯が作られている。徳島県鳴門市では、ごま砂糖をかけて食べる習慣がある。ありがとうございます。